六番目の星には地理学者が住んでいて王子様に地球を訪ねるように進めた評判のいい星だというのだこうしたわけで七番目の星は地球だった王子様は誰もいないのでびっくりした星を間違えたのかと不安になったその時 砂の中で月の色をした輪のようなものが動いたヘビだこんばんはと王子様は挨拶をしてみたこんばんはなんという星なの僕が落ちたのは地球だここはアフリカだええー じゃあ、地球には誰もいないのここは砂漠。砂漠には人はいない。地球は大きいのさ。僕の星を見て、ちょうど真上にある。美しい星だ。ここへ何しに来たんだい 僕ある花とうまくいかなくなったんだああ<ー>人間はどこにいるの砂漠って寂しいね人間のいるところでも寂しいものさ変わった動物なんだね指みたいに細くてだけど王様の指よりも 力があるんだ。そんなことないでしょ足もないし旅だってできやしない大きな船よりももっと遠くまでお前を連れて行けるのさ俺様が触ったものはもといたところに返してやるのさ俺様がねだけどお前はけがれていなくて 他の星から来たのだろうあれだなこんなにか弱くてこの冷たい岩の地球に来てもしいつか自分の星が恋しくなったら助けてやるよ。俺様が「うん分かったよ。でもどうして謎みたいなことばかり言うの 俺様には謎がすべて解けるから。王子様は長い間砂漠と岩と雪の中を歩き続けてやっと一本の道を見つけた道はすべて人間のところへつながっているそこには何千ものバラの咲いている庭があった バラは王子様を迎えていった「こんにちは」王子様は驚いていった「あなたたちは誰バラよ私たち」えー、僕はこのように一輪だけの宝物のような花を持っていると思っていたのに実は ありきたりのバラだったなんて一つの庭に同じようなのが五千もあるなんて僕は大したおうじじゃないんだそして草の上に寝そべって泣きだしたこ「こんにちはこんにちは誰なのかわいいねおいらは狐。 僕と一緒に遊ぼうよとっても悲しいんだあんたとは一緒に遊べないよだっておいらはまだ懐いてないんだあごめん懐いてないってどういうことこの辺りのものじゃないね何を探してるんだい人間を探しているんだ懐いてないってどういうこと 人間か。人間は鉄砲を持って狩りをする全く困ったものだただあいつらはニワトリも飼っているいいのはそれだけだあんたもニワトリを探しているのかいううん、うん、友達を探しているんだねえ懐いてない「うん、懐く」ってどういう意味ん忘れられていることだ 絆を結ぶっていうことさ。絆を結ぶそうとも。あんたはオイラにとっては世の中に何千といるただの男の子だ。だからオイラはあんたがいなくたって構わない。あんたもオイラがいなくても別になんともない。オイラはそこらにワンサといる一匹の狐に過ぎないんだからね。だけどあんたがオイラと絆を結んで仲良しになってくれたら。 お互いになくてはならない仲になるんだ。あんたはおいらにとってこの世でかけがえのない存在になる。おいらもあんたにとって世界で唯一の狐になるんだ。なんだか分かってきたよ。一輪の花があってね僕はその花と絆を結んじゃったんだ。ありえるありえる。アリエル 地球ではかんうん地球でじゃないの他の星のことかいうん狩人はいるのかいその星にはいないそりゃいいねえでニワトリはいないようまくいかないもんだなおいらの暮らしは単調そのものだ がニワトリはどれもみんな同じようだし人間もみんな同じように見えるだからちょっと退屈しているんだでももしあんたが絆を結んで仲良しになってくれたらおいらの暮らしはお日様が当たったように明るくなるだろうあんたの足音の違いがわかるようになるんだ いいつもは足音がしたら、急いで巣穴に隠れる。だけどあんたの足音が聞こえたらまるで音楽に誘われるように巣穴から出てくるんだそれにほら向こうに小麦畑が見えるだろおいらはパンを食べないから小麦には興味がない小麦畑を見ても何とも感じないそれは寂しいことだ でもおいらとあんたが絆を結んで仲良くなったらあんたの髪の毛は金色だから小麦が金色に実るたびにあんたの金色の髪を思い出すそして小麦畑に吹く風までも好きになるお願いだおいらと絆を結んでくれそうしたいけどあまり時間がないんだ 友達を見つけなきゃ、それにいろんなことを知りたいんだ絆を結んだものしか本当に知ることはできないよ人間はもう忙しくしていて何も知ることができないんだ何もかも出来合いのものをお店で買うだけど友達を売っている店なんてないから人間はもう友達もいないんだ本当に友達が欲しいならおいらと 絆を結ぶことだよ。どうすればいいの辛抱強く待つことだね初めはオイラから少し離れてこんなふうに草の中に座るんだオイラはあんたを横目で見る何も話しちゃダメだよ言葉は誤解を招くんだそして毎日少しずつ 近くに座れるようになっていくそして次の日王子様はやってきた毎日同じ時間に来てくれたらもっといいなもしあんたが午後4時にやってくるとすればおいらは3時ごろからワクワクするそしてあんたが来る時間が近づけば近づくほど嬉しくなるんだ4時になるともうそわそわしたり 心配してドキドキしたりで幸せがどんなものか知るようになるでもいつ来るのか分からなかったら心の準備ができやしないよこうしておじさまは狐と友情という絆で結ばれていったそして別れの時が近づいてきた ああおいら泣いちゃうよそれは自分が悪いんだよ僕は悲しませるつもりなんかなかったもの僕に絆を結んでって頼んだのはそっちだよもちろんそうだでも泣いちゃうんだろうそうさじゃあ何にもいいことはないじゃないあるさ金色の 小麦畑があるからね。もう一度バラの花を見に行ってごらんよ。あんたのが世界でたった一つのものだとわかるからそれからさよならを言いに戻っておいで秘密を教えてやるから。王子様はバラを見に行ったそして何千と咲いているバラは自分のとはまるっきり違うことに気づいた。 自分が水をやってガラスのカバーをかけて不平や自慢話も聞いて世話をしたバラだから自分のバラはこの世でかけがえのないたった一つしかないものになったのだと分かったそして狐のところへ戻った「お別れだねお別れだこれがおいらの秘密だ」 とても簡単だ。心で見ないと肝心なものは見えないってこと肝心なこと奥にあるものは目では見えないんだよ肝心なことは目では見えないあんたのバラがそんなに大切になったのはあんたがそのバラのために時間と手間をかけたからだよ僕のバラが大切になったのは時間と 手間をかかけたから時間をかけて仲良くなった相手にはいつまでも責任があるんだあんたにはあんたのバラを守る責任があるんだ僕には僕のバラを守る責任があるしばらくして僕は王子様に言ったああ どれもみんな良い思い出話だねだけどまだ飛行機が治っていないしもう飲む水もない友達になったキツネはねあのねもうキツネどころじゃないんだよどうして喉が渇いて死にそうなんだよ死ぬかもしれなくても 友達ができたのは素敵なことだよ。僕、キツネと友達になれてとってもよかったよ。何もわかっていないのだなと僕は思ったきっと腹も減らなければ喉も乾かないのだ。少しの日の光があればいいのだろう。王子様は僕をじっと見つめてから言った。 喉が渇いているの井戸を探そうよ。僕も喉が渇いたよ。果てしない砂漠の真ん中で、あてもなく井戸を探すなんて、バカげているよ。やれやれ。それでも僕たちは歩き出した。何時間も何も言わずに歩くうちに、夜になり。 星が光り出した僕たちはすり込んだあのね星がきれいなのはそこにはここからは目には見えない花が一輪あるからそうだね砂漠が美しいのはどこかに一つ井戸を隠しているからそうだね それから王子様は眠ってしまったので僕はそっと抱き上げてまた歩き出した僕は胸がいっぱいだった壊れやすい宝物を抱いている気がした地球上にこれほど壊れやすい宝物はない気がした月の光でその青白い額を 閉じた目を髪の毛が風に揺れるのを見つめた今、こうして見えているのは表面だけなのだ最も大切なものは目には見えないのだと思ったこうして歩き続けて夜明けに井戸を見つけたのだ。 僕は夢を見ているのではないのかと思った。それは人が住んでいる村にあるような井戸だった。しかし、あたりには村など何もない。どういうことだろうみんな揃っている。滑車も、鶴瓶も、綱も。 王子様が綱をつかんで、滑車を動かすと、きしんだ音がした。ほら、井戸が目を覚まして、歌を歌っているよ。つるべは王子様には重すぎたので、僕が代わって水を汲んだ。その水が欲しいんだ。少し飲ませて。 その時僕は王子様の探していたものが何なのか分かったその水はただの飲み水ではなかった僕たちが星空の下を歩いて合車が歌を歌って僕が腕の力を使ったことで手に入れた水だった贈り物のように心に染み込んだ地球の人たちは 一つの庭に五千ものバラを持っていても自分の探しているものを見つけることができないそれはたった一輪のバラやほんの少しの水の中に見つかるかもしれないのにそうだね目では何も見えない心です探さなくちゃねえ 約束は守ってね。何の約束ほら口輪だよ僕の羊の僕にはあの花を守る責任があるんだ書いてあげるよでもどうしてあのね僕が地球に落ちたの明日がちょうど1年目なの このすぐ近くに落ちてきたんだそれじゃあ偶然じゃないんだね一週間前初めて会った朝一人で人里から何百キロも離れたところであんなふうに歩いていたのは落ちた場所に戻ろうとしていたんだね一年目の明日のためだったんだねもしかしてさあもう 飛行機のところへ戻って。エンジンを直さなきゃいけないよ。僕はここで待っている。明日夕方に戻ってきてね。翌日の夕方修理から戻ると井戸のそばの崩れかけた古い石壁の上に王子様が座っているのが遠くから見えた。誰に話しているのだろう じゃあ覚えていないなのそうそう今日なんだけど場所はここじゃないよ砂の上の僕の足跡がどこから始まっているか見ればわかるからそこで僕を待っていればいいんだよ今夜行くから君の毒は効き目があるんだよね僕を長く苦しませたりしないよね じゃあもうあっちへ行って。僕下に降りるから離れて。僕は石壁の下に目をやって飛び上がった。30秒で命を奪うというあの黄色い毒蛇の一匹が王子様に向かって首をもたげていた。僕はピストルを取り出そうとポケットを探りながら走っていった。 蛇は僕の立てる音で砂の中へ消えた王子様は雪のように青白かった胸は猟銃で撃たれて死にそうな鳥のように小刻みに震えていたどういうことなんだい蛇と話なんかして探していたエンジンの故障が 見つかかっってよかったね。家に帰れるねどうして分かったのだろう僕も今晩帰るよでももっと遠くてもっと難しいんだねえ悪い夢だよね蛇や一年目の星との待ち合わせとか それにには答えずに言った。大切なことは目には見えない。そうだね。花も同じだよ。ある星に咲いている一輪の花を愛していたら、星空を眺めると心が温かくなる。星という星全部に花が咲いているようなんだ。そうだね。 夜には星を見てね僕の星は小さすぎてどこにあるのか教えられないでもその方がいいんだ僕の星はいっぱいある星のうちの一つだからねどの星でも見るのが好きになるよどの星もみんな友達になるんだ今から贈り物をあげるよ そして王子様は声を立てて笑ったああ坊やその笑い声を聞くのが大好きだこれこそ僕の贈り物だよどういうことだいほかには誰も持っていない星をあげるんだどういうことだい夜空を眺めた時 僕がたくさんある星の中の一つにいてそしてそこで笑っているからすべての星が笑っているように思えるでしょう。笑うことのできる星が僕の贈り物王子様はまた楽しそうに笑ってから続けていった悲しみが消えたら僕と知り合ってよかったと思うよ。これからもずっと友達だ。 僕と一緒に笑いたくなる。だから時々気晴らしに窓を開けて星空を見ながら笑っていると周りにいる友達はみんなびっくりするよ。そしてその人たちに「そう星はね僕をいつも笑わせてくれるんだ」と言うと友達に頭がおかしくなったと思われるね。ちょっと迷惑な贈り物みたいだよね。 たくさんの星の代わりに笑うことのできる小さな鈴を山ほどあげたようなものそしてまた声を立てて笑った「あのね今夜はね来ないで」「一人にはしないよ苦しそうに見えるかもしれないちょっと死にそうに見える」 そんなの見に来ることないよ一人にはしないよそれにヘビのこともあるしヘビに噛まれたらいけないからヘビは危ないよわけもなく噛むかもしれない一人にはしないよまあ二度目に噛むときにはもう毒はないと言うけどね その夜、王子様が歩き出したのに気がつかなかった音も立てずにいなくなったようやく僕が追いついた時王子様は心を決めたように早足で歩いていた「来ちゃったのダメだよつらい思いをするよ僕は死んだように見えるかもしれないから」。 でも本当はそうじゃないんだ。僕は何も言わなかった。わかるよね。遠すぎるんだ。この体を持っていけないんだ。重すぎるもの。僕は何も言わなかった。でもそれは脱ぎ捨てた抜け殻のようなもの。 抜け殻は悲しくないでしょう僕は何も言わなかった僕も星空を眺めるよすると星という星がみんな井戸になって僕に水を飲ませてくれるんだとっても楽しいよねお兄さんには五億もの鈴ができて 僕には5億ものきれいな水の出る泉ができるんだ。王子様は口をつぐんだ。泣いていたのだ。あそこだよ。僕一人で行かせてね。王子様は座り込んだ。怖かったからだ。 あのね、僕の花僕には責任があるんだ本当にか弱くて何にも分かってなくて役に立ちそうもない四つの棘しか身を守るものがなくて僕も座り込んだ立っていられなくなったからだ ただ、それだけ王子様は立ち上がって歩き出した僕は動くことができなかった王子様のくるぶしのあたりで黄色いものが光っただけだった一瞬動きが止まった 声もあげなかった木が倒れるようにゆっくりと倒れた音もしなかった砂のせいであれから六年が過ぎたもしいつかあなた方が アフリカの砂漠を旅することがあって僕が不時着をした場所を通りかかることがあったらお願いだから急がずに立ち止まって星の下でちょっと待ってほしい」。もし一人の男の子が来て髪の毛が金色で笑っていて何か尋ねても答えなかったらそれが誰だかわかるはずだ。 その時はどうか悲しみに暮れる僕を放っておかずにすぐ連絡してください。あの子が戻ってきたと。